それでは予定の時刻となりましたので定例記者会見を始めさせていただきます。本日の会見は令和5年度予算案が主な内容となっております。会見の時間につきましては30分から1時間程度を予定しておりますので円滑な進行にご協力をお願いいたします。最初に資料の確認をいたします。次第、それから令和5年度予算案のポイント、あとそれから表紙はございませんが A4 横の補足資料集が一部、令和5年度予算案の概要が一部、3月の行事予定が一部、広報交際3月号が一部、以上です。本日の進行について説明いたします。市長から予算案について説明をさせていただいた後、予算案の質問をお受けいたします。それでは市長よろしくお願いいたします。それでは始めさせていただきます。雨の中を今日はありがとうございます。よろしくお願いをいたします。では今日は令和5年度予算ということで皆様のところには主にこの縦の予算のポイントというものとですね、さっき司会からもありました通りこういった横紙で参考資料がありますのでこの辺目玉事業のところでこれを元に説明をさせていただければというふうに思います。で、令和5年度予算に関してはまあ後で出てきますけれども過去最大規模、昨年もこの場で申し上げたような気がしますけれども今回過去最大を2年連続ということになりました。これちょうど県の市長会が昨日あったんで他の市町とも意見交換したらどこもやっぱり、公共施設の再編だとか老朽化だとかそういったものの予算が多くなってましてそちらの方がですね湖西市も例外ではないという形になっています。その中でやはり必要なものにはしっかりと予算をしない投資をしないといけないということで今回相性といいますか令和5年度は未来への責任投資予算という形で名称といいますか相性をつけさせていただきました。後でまた個別には申し上げますけれどもやはり、ハード事業もそうですしソフト事業もそう、これは子育て支援でありますとか教育また安全安心医療福祉いつも申し上げているような植樹近接によって持続可能な街づくりをしていくという中でも特にやはり今年はというか今年以降ですね公共施設の再編だとかこういったものがもう毎年毎年重なっていきます。これは令和10年代ぐらいまでは継続して一番最後の資料に出てくるので後で申し上げますけれども今やっている環境センターからさらには消防防災センター市役所湖西病院さまざまな公共施設を必要なものはこれからも継続していかなければいけませんので高度経済成長時代に昭和40年代に作られたものを、複合化したり統廃合しながら必要な公共施設、ハード面またソフト面もそうですけれども両方で未来への投資を責任持ってやっていかなければいけないということで未来への責任投資予算というふうにさせていただきました。もともとのこの予算のポイントの表紙にあるような植樹近接働く町から働いて暮らす町へというものは全く変わりませんのでその中でも特に今年は未来への責任を持って投資をしていくというふうにご理解をいただければと思います。その中身がですねこの縦紙1枚をおめくりいただいて1ページ目が全体像になっています。一番上の方はもういつも申し上げている4本柱ということでこの四角の中5組にあります安全安心医療福祉また子育て教育の充実3番目の産業振興観光シティプロモーションこの4本柱に基づいた予算だということは変わりません。これこそが植樹近接で湖西市が働いて住んでいただく町だというふうに考えておりますしその下の中長期横断的な政策でこれもいつも申し上げていることかもしれませんがものづくりの人材育成や産業ネットワークまた土地の利活用を推進していくこと DX とかカーボンニュートラルこういったものがですね大事になっていくというふうに思っています。そして数字で今から申し上げますけれどもこの下の予算規模ですね一般会計が、今回は262億円ということで冒頭申し上げた通り2年連続で過去最高というふうになります。昨年が約248億円ですのでプラスの 5.3% 5% 強昨年よりも増額ということでさっきの県の市長会での意見交換だと例えば磐田市なんかは昨年よりも 7% ぐらい増えていますし大体どこもこういった1桁から2桁に行くかどうかのですね伸びというところが多いかなというふうに聞いております。湖西市もその例外ではなくってあとでも少し出てきますけれども大物としては環境センターが約30億円また
新井の地域センターのバリアフリー化が、これも3億円強、3億8千万ぐらいでしたかね、と中学校、鷲津中学校の校舎の改築が2億強、2億8千万ぐらいということと、あとはバッテリーパークでのプライマースへの企業立地の奨励金も今年から始まりますので、それが4億円ということで、ソフト、ハード面でもですね、これは先ほど申し上げた責任持った投資ということで予算が自然に膨らんでいると、もともと予定をしていた環境センターをはじめ予算が増額しているという形になっています。その一般会計の下にある予算総額、これは特会を含めたですね、後で出てきます水道事業等もありますけれども、トータルで457億5000万円ということで、こちらもプラス 4% という形になっています。で、下の方参考というところでですね、他方でやはり別に財源が無限にあるわけではありませんので、詳細は省きますけれども、なんとかコロナ禍から市税も回復はしておりますけれども、そうは言っても無限に財源を生み出せるわけではありませんので、なんとか財政調整基金の繰り入れは今回昨年よりも減らしたということで、この参考の中の上から4行目ぐらいですね、昨年が13億2000万円当初予算で必要だったものが、今回は8億8000万円ということで、昨年よりも財政調整基金の繰り入れは4億4000万円減らさせていただきました。まあ、税収の回復も含めてですね、ここはありがたいことだなというふうに思っていますし、公共施設に関しましては公共施設の整備基金をなるべく積みますようにしていましたので、そちらの方から、まあ、今年だけではありませんけれども、今年以降公共施設の整備基金からの繰り入れによって、公共施設の再編だとか整備を進めていくことが必要かなと思っています。また一番下は資材ですね、こちらの方はやはり箱物ハード予算に関しましては、どうしてもキャッシュだけではなくって資材の発行で賄うことになりますので、こちらに関しては昨年の 22.7 億円の当初から今年は 27.4 億円ということで4億円強増加しておりまして、残高も194億8000万円これはしばらく一番最後にですね、横紙に、皆さんのところの横紙の一番最後の10ページ目かな、この公共施設の再編計画をスケジュールで示させていただきましたので、これ見るとやはり令和の10年代までは毎年毎年公共施設の整備が続いていきますので、少なくともここまでは資材発行だとか残高は伸びていったりだとか、残高が維持されていくような中長期の計画を持って進めていくことになろうかというふうに思っています。全体像としては以上になりまして、あとはですね、目玉事業、次の2ページ目の目玉事業の中でご説明させていただきますけれども、その中でも最近は言われなくなりましたけれども、湖西病院の繰り入れ額は次の医療連携体制でも出てきますけれども、湖西病院へは今年8億7千万円ということで、昨年よりも減額5千万円の減額を当初で繰り入れを減額することができました。特に基準外の繰り入れは昨年よりも8千万円減額ということで、ここはコロナ禍でもう本当に医療従事者関係者の皆様大変ご尽力いただいてますけれども、その中でも経営改善も含めてですね、着実に進めてドクターお医者さんの招聘ですとか医療連携などの中でですね、進めていただいているというふうに数字でも表せているかなというふうに思っていますし、また目玉事業の中でそこは中身についてご説明をさせていただきます。じゃあ目玉事業をなるべく簡潔にとは思いますけれども、この縦の2ページ目ですね、目玉事業というところと、ここに数字が書いてありますけれども、中身に関しましては皆さんのお手元でこのホッチキスで止まっているかもしれませんが、この横表ですね、一番上が医療連携体制の強化というところからありますので、中身についてはこちらをご覧いただければと思います。目玉事業の一番目は先ほどの4つの柱の最初に出てくる安全安心医療福祉の中でも医療連携体制の強化ということで、今回左と右で市内の医療連携と市外の医療連携ということで書かせていただきました。で、こちらはですね、右側の市外に関しましては、昨年11月に発表したときにですね、報道いただいた方々もいらっしゃるかと思いますけれども、湖西病院と浜松医療センター、湖西市と浜松市ということで連携協定を結ばせていただいて、今もすでに医師の派遣ですとか、こういった形で成果は出つつありますけれども、さらに加えてですね、病院間の機能分化、役割分担ということで、高度急性期の患者さんとリハビリ患者の相互の受け入れ、また看護師の確保育成ということで、
一律の看護学校、いわゆる一貫のところの子採枠、これは今年1年かけてですね、子採枠受け入れを設定していくという予定になっておりますし、また助産師外来ということで市内で分娩が再開できるということを目指して、この市外医療機関との連携によって医療サービス、市民サービス、また地域医療の強化、経営改善、すべてをですね合わせてやっていきたいと思っています。また左側は市内の医療機関との連携ということで、これは年度内に正式なまた発表ができ、協定ができるというふうに予定をしておりますけれども、浜名病院ですとか浜名医師会さん、個別のクリニック、また消防の救急、こういったものとですね、皆さんで市内の医療機関との役割分担を明確にしていくということで、今までもある程度の役割分担はあったんですけれども、明確化した上で子採取としての市内の、救急医療体制ですとか、やはり役割分担ですね、内科、外科、その他も含めた受け入れ体制を含めた連携強化を図っていき、医療サービスを向上させていきたいというふうに思っております。具体的な数字等はですね、こっちの目玉事業で2069万円とあるのは、こちらは夜間とか救急のところで浜名病院を含めたそういったところへの増額、対応の増額をさせていただいてますので、そういった予算がここには含まれております。で、横紙の2枚目はですね、子育てに優しいまちづくり、縦にも書いてありますけれども、これは国の方でもやはり2枚目は子災病院の機能強化が書いてありますけれども、これはまた着実に進めているものでありますので、総合診療院の招聘含めてまたご質問があればいただければと思います。その次の3ページ目が子育てに優しいまちづくりの推進ということで、国の方でも子ども家庭庁を設置したり、また異次元と言われてますけれども、少子化対策をやると国も言っております。子採取ももともと予定しているものですとか、新しいものも含めてですね、代表的なものをここに書かせていただきました。左側は組織の改変ということで、新しい部としてですね、子ども未来部を設置をさせていただいて、育ちの応援ステーションを拡充していって、相談ですとか、また相談機能だとか、こうケアですね、産前産後ケア、こういったものを強化していきたいと思っています。特に右側に令和5年度の新たな取り組みということで、これ前にも少し申し上げたかもしれませんけれども、発達支援の拠点を増設ということで、今年3月に閉園をする新城幼稚園を発達支援拠点ということで、子育て支援センターのびりに続く2カ所目として整備をさせていただきます。また下の方は産前産後ケア、先ほど申し上げた相談機能、これ国の10万円のなんかも含まれておりますけれども、こういった拠点化をすることと、また産前産後ケアの強化ということで、家事の援助でヘルパーさんを使った場合の利用助成ですとか、こういった結構子育て世代の方々からのご要望に応じた形でのきめ細かいですね支援を、もちろん予算的にすごく大きなものではありませんけれども、きめの細かい支援を増設できたらというふうに思っていますし、一番右の一番下にあるような預かり保育を2歳以上だったものが1歳以上から受け皿を拡大するということもさせていただきますので、こういったご要望に応じたきめ細かい子育ての支援を強化していけたらというふうに思っています。次のこの横紙でいうと4番目ですね、これは先般発表され、させていただきました新井弁天地区の再開発になっております。こちら金額的には令和5年度補正ですとか、もちろん今年度中にやらなければいけないものは予備費なんかも今予定させていただいておりますけれども、事業者さんがATP さんに決まったということで、かなりこれはですね、ここに書いてある通りイベントマルシェのエリア、キャンプ場、またドッグラン、こういったですね1年を通じて楽しめる、集客できる、今夏の海水浴場とか通年の海釣り公園、またまさに今かき小屋なんかも好評いただいてますけれども、1年を通じてキャンプ場とかで楽しんでいただける、そういった地域になっていって、また合わせて舟運ですね、船を使ってこの新井弁天地域と、例えば関山寺のような浜松地域だとか、来年花博の20周年もありますし、そういった整備をですね今年1年かけてやっていけたらというふうに思っています。次がスポーツによる地域の活性化ということで、これは部活動の地域移行、これは国全体で進めているものでありますし、子採取としてもしっかりやっていくと、競技会を今年作るということもやっていきますけれども、さらにその中でですね、やはりジュニアスポーツクラブ、こういったものが子採取にも今例えば野球だとかバレーボールだとか、そっちへの支援をさせていただいてますけれども、今回種目を拡大をして、この5ページ目の左の一番下にある通りバスケットボールの支援も今回新たに
拡充をさせていただきます。また他の種目に関しても補助を拡大ということで、部活動の地域支援と合わせた形で地域の受け皿、スポーツ団体、またジュニアスポーツクラブ、地域の方々と相談をしながらですね、地域での受け入れ拡大を図っていきたいと思っております。また右側はスポーツビルドアッププロジェクトということで、プロスポーツチームとの連携、今サイエンネオフェニックさんだとか静岡ブルーレブズラグビーのですね、国際指定なんかもやっていただいてますけれども、今年はやるスポーツだけではなくて見るスポーツ、また支えるという形でですね、新たな取り組みをやっていきたいと思っています。一番代表的な取り組みはですね、この右側の赤い吹き出しで囲んであるような健康講座とかで、ゴールデンエイジのための栄養教室、これは今予定ですけれども、静岡ブルーレブズラグビーのチームの栄養士さんにコラボをいただいて、いわゆるゴールデンエイジ、まあ例えば小学生だとか野球の少年団だとかサッカーだとか、そういった方々のお父さんお母さんへのですね、栄養講座、まあお弁当にどういったものをとか、家庭でどういったものを食べたら体がこういう形でしっかり作れるみたいな、そういったものを講義をいただいて、普段からスポーツをする子どもたちの栄養、また健康増進につなげていけるような栄養教室をやっていけたらということで、やるスポーツ、見るスポーツ、支えるという形でビルドアップしていくような取り組みが始まっていけたらというふうに思っています。最後にこれは一般会計ではありませんので、下の方に持ってきましたけれども、水道のスマートメーター、水道の事業会計、企業会計になりますけれども、こちらの方がですね、市内で全域化、今は北部地区の一部でやっているスマートメーターを水道のスマートメーターとして市内全域に、これは令和5年から令和9年にかけて数年間かけて始めるということをですね、させていただきます。もちろんこれは令和5年度予算だけではありますけれども、令和9年複数年かけて、また国庫、厚生労働省の3分の1ですけれども補助もいただけるという予定になっておりますので、こういった形で DX の推進、水道スマートメーターの推進によって行政、市民サービスの向上、また業務の効率化、この両面をですね、実現していきたいなというふうに思っています。詳細はちょっとこれは言い出すとキリがないので簡単に申し上げますけれども、現時点ではここにある通り、左下の1895個のスマートメーターを令和9年までに23,700、いわゆる全世帯ですね、国際市の全世帯に広げていって、右側がそれによっての効果が1から3までありますけれども、時間ごとの、全国初のいわゆる時間帯別の水道料金、オフピーク料金という形で、なるべくそのオフピーク料金によって水道の使用の平準化を図っていく、当然そうすると水道管のダウンサイジングも図っていけますので、そういった形で効率化、またスマート化を進めれたらというふうに思っておりますし、また今年から始めるものに関しては、紙のお知らせから検診票を電子化してペーパーレス化をしていくと、これすでに北部では始まっているところもありますけれども、これは全域で今年の4月から始める予定になっております。また検診データを活用した、これは今6社でですね、中部電力さんだとかサーラさんだとかと始めておりますけれども、これによって新たな地域サービス、例えばフレイル予防だとか高齢者の生活様式によってフレイルを予防する、そんな形で新たなサービスにつなげていけたらということをですね、継続して研究していきたいというふうに思っておりますし、まだ今回は予算の発表ですので、まだまだすぐにこれだけというものではありませんけれども、費用対効果としても少なくともこういったものがですね、今後全域をスマートメーター化することによって少なくとも年間100万円以上の費用対効果が出るという形で今試算をしております。もちろんその通信費が今すごく高くて、これからスケールメリットで安くなっていくだとか、検診員さんの人件費とか、いわゆる結構検診の機械もですね、バカにならないものですから、そういったものがいらなくなる、更新の必要がなくなる、スマートメーターをこれから更新するとなってもですね、そちらがスケールメリットによって価格が安くなっていくということを今他の自治体も含めてですね、大規模なスマートメーター化が進んでいくと予想しておりますので、こういったところも含めてコストダウンが図れるかなというふうに思っております。特に検診員さんに関してはすでに今採用というか雇用自体もすごく厳しくって、もう土日だとか実際に市の水道課の職員さんが自分たちで検診をしているというような現実的にはそうなっていますので、採用の労もなくなるし、職員の残業もなくなっていって、スマートメーターで漏水なんかも含めてですね、自動で検診できるというような DX 化と効率化、また利便性の向上を図っていけたらというふうに思っております。
あとは最後にですね、これもちょっと直接の予算ではありませんが、冒頭申し上げた未来への責任ある投資ということで、公共施設の再編計画の、ざっくりですけれどもスケジュールを書かせていただきました。冒頭に申し上げた環境センターの30億円なんかは今年1年かけて最終年度となりますけれども、それ以外にも荒井地域センターのバリアフリー、また消防防災センターの新築ですとか給食センター、そして子育て支援拠点だとか学校の統廃合再編、この前も総合教育会議で、方向性を示していただきましたので、こういった今ある学校の新築改築であったりですとか新しい学校の統合再編ということも令和の10年代半ばぐらいまでをかけて、順次やっていかなければいけない。そして今後の予定に下のオレンジのところにあるような市役所、ここですね、ここだとか湖西病院も、改築、移転も含めた改築ということを現実的にこれから基本構想を作っていかなければいけないと思っておりますし、一番下は令和10から20と幅を持たせてありますけれども、これは先ほど少し上から2番目で申し上げた荒井地域センターのバリアフリーをしても令和10年以降20年ぐらいまでにはですね、新たなやはり耐用年数が来てしまうので新たなものを作らなければいけないということで、今ある子育て支援センターや老人福祉センター、それと荒井の地域センターのホール機能とか会議室機能の複合化をした、にぎわいのある施設を作っていきたいというのがここの一番下の左下の囲みになっています。これはもういわゆるどの施設も必要な形でですね、もちろん今まで通りとはいきませんけれども、複合化や効率化をする中で公共施設の再編は行っていかなければいけないというふうに思っています。あとはこの縦の資料に戻っていただくと、予算ポイントは3ページ目以降4つの柱ごとにですね、安全安心とか産業振興という形でバッテリーパークなんかの予算も6ページに書いてありますし、横断的施策のゼロカーボンシティですとか8ページ9ページには DX 横断的施策書いてありますので、この辺はご参照いただければというふうに思っております。あとはまた個別にですね、ご質問をいただければと思います。ちょっと長くなりましたけれども、すみません、僕からは以上です。それでは予算案の説明が終わりました。これより予算案についての質疑応答の時間とさせていただきますので、よろしくお願いいたします。発言される場合につきましては、報道機関名と、記者の方の名前をおっしゃっていただいてから発言をお願いいたします。じゃあどうぞ。はい、すみません、ありがとうございます。ごめんなさい、ちょっと確認というか、聞き漏らしかもしれないというところで、一般会計から湖西病院への繰入れ金が3億7000万でよかったでした。8億7000万で、昨年じゃないわ、今年度の当初費と比べてマイナス5000万。5000万削減することができました。昨年ではですね、はい。そのうちの基準外は8000万削減してますので。基準外が8000万。はい。はい、当然やっぱ99とかの基準内の繰り入れは増えてますけれども、基準外は減らせたと。いわゆる営業助成は減らせたという形かなと思います。あとごめんなさい、はい、もう一つ確認なんですが、はい、水道の、スマートメーター関係で、はい、順次設置していくということでしたが、はい、検針票のペーパーレス化は4月からもう一気に全域、市内全域、これは市内全域を対象として単純な検診票をなくす、そうですね、今だと個別にポストに投函しているものを希望者に関してはペーパーレスにできるという形は今北部ではやらせていただいてますけれども、じゃあ希望者がペーパーレスになるんですね。そうですね、はい、分かりました。お申し込みによってペーパーレスにさせていただくという予定にしています。じゃあペーパーも、配る、併用というか、今はいわゆる、北部もそうですけど希望者の方はペーパーレス化にしているので、はい、4月からは北部以外の方も市内全域で希望者にペーパーレス化申し込めるようになる、そういうことですね。はい、SNS でやってるんでしたっけ？そうです、SNS 配信にさせていただきます。番号のやつですね。はい、水道メーターの関係なんですけれども、事業効果がですね、年間100万円ということなんですけれども、市内全域に入れたらなんかもっと削減できそうな気がしてしまうんですけれども、今のそうなんですよね、これまさにこの横紙にも書きましたけれども、現時点での試算でやっぱり
スマートメーターがまだまだ全国的には少ないもんですから、そのコストが高いということと、これからやっぱりスケールメリットでそこの、コストが下がっていくだろうという予測のもとですので、現時点での価格になってしまうと、予測がじゃあ1万円下がるのか 10% 下がるのかとまでは予測ができないので、ちょっとここにも事業効果も書きましたが、機器の購入費とか通信費の価格帯が、通信費も今かなり高いものですから、この辺を下げさせていただくというか、通信業者さんとの合意で下げさせていただくだとか、検診員さんの人件費とか機械、こういったものをなんとか削減していくことで、少なくとも年間100万円は効果が出る、まあ、要は固めに見積もっているということですね。おっしゃる通りで、名取でしたっけ、宮城の方とかだと、ある程度東北でも大規模にこういったスマートメーターを購入するとか導入するとかっていうようなお話も聞いているので、ほぼほぼそれも大体ですね、こういった形でそういったところが増えていくという前提だったら、やっぱり当然安くなっていくだろうし、問い合わせはたくさんですね、千葉だとか大分だとか神奈川だとか北九州市だとか、いろんなところからこういったスマートメーターに関しての湖西市の取り組みをお問い合わせはいただいているので、これが先進事例になって全国に横展開をしていけば、かなり当然コストダウンというかスケールメリット効果が出るといいなというふうに思っています。ちなみにスマートメーターって耐用年数っていうのはどれぐらい？現時点では8年と言います。はい、そうすると8年後かなり安くなっていたと思ってとなってほしいなと思いますけどねもちろんこちらとしては、はい、ただそれだけではなくって、やっぱり漏水チェックが今まではそんな件数的に もうかなり伸びてきてますので、漏水が30分に1回だとか、その辺で のサービスの向上だとか、それは少なくともスマートメーターに見込めるかなとは思ってます。コスト面でもちろんですけれども、市内全域にスマートメーター導入するのって全国初めてなんですか？全域にちょっとそれも聞いたことはないですね、我々が把握している範囲なんですけれども。今のところあれですよね、その実証実験というか、そういうのでは全国初めて。あ、それはあれです、時間帯別の料金で実証実験するのは初めてだったと思います。で、全国に入れてやりますよっていうのも少なくも事前には聞いたことはないです、湖西市として。やっぱりまだまだ 10個とは言いませんけど、10個とか100個とかぐらいのロットが多いと聞いてますので、一緒にやっていただいている中電さんとか、事業者さんに聞いてるとですね、なかなかそれだとやっぱビジネスコマーシャルベースに乗らなくてコストが高いっていうのは聞きます。検診票も、まあ、ペーパーレスなかなかね、やっぱり今年だとかいうとなかなか進められないでしょうけど、はい、現時点ではそうですね、はい。ただまあ希望者の方々はいらっしゃるので、少なくともそういう形でですね、ペーパーレスを進めていって利便性を向上させていくことと、まあ、今審議会でもこの前かけさせていただきましたけど、ゆくゆくはやっぱ紙なので、そのコストの分の有料化というか、そこも今審議会で検討はいただいてますので、そういったのも少しのインセンティブになればいいかなと思ってます。有料化というかちょっと割り引いてあげるとか、そういう意味ですよね。ですね、はい。まあ、SMS だったら無料だけど紙だったら有料にするとか、そういう形ですね。ありがとうございます。すみません、あ、どうぞ。はい、どうぞ。今のところで、はい、年間100万円の効果っていうのは、これどういうふうに考えたら、その、いつどういうふうにこう発生する、まあ、要は予算が1億1578万に対してっていうと、なんかあまりに小さく感じる。そうですね、要はスマートメーターを導入せずにこれからも続けた場合の、まあ、いわゆる水道事業としてのコストっていうのか、予算と、まあ、スマートメーターを全戸に広げて、全部スマート化した場合の少なくとも目に見えるコストがっていうことですので、ちょっとすいません、これは今年から令和9年度にかけての全戸スマートメーター化っていうところとですね、最終形として少なくとも100万円というコストなので、いくらに対してかっていうのは年間の事業予算からの効果だというふうに現時点で見込んでいます。もっとこれ以上に当然なってほしいと願望も込めてですけれども、小さく踏んで
大きく育てたいという願望も込めて100万円としています。100万円プラスアルファですね。その一番そのなんていうんですかね、狙いだった、ピークがなくなることによってその、はい、水道管は細くできますよねとか、はいはい、それの維持コストが下がりますよねみたいなものっていうのはこの100万円には入ってないよね、はい、結局30ミリから20ミリにしていってっていうのですよね、はい、そこがポイントで一番本当は大きくなるかなと。これだけ見ると100年経って回収するのかっていう感じので、100年も持たないよねってことだと思う。だし、あとはさっきのやっぱ耐用年数8年でスマートメーターも買えないといけないんで、まあ今のメーターもそうですけれども、そういったものもやっぱりもう少し長寿メーターするとかですね、そこはそういった8年後なのか10年後なのか、そこでのさらなる、まあ、コスト削減もそうですし、やっぱりサービス の向上っていうか市民サービスの向上ですよね。当然コストもそうですけれども、そこに漏水チェックも含めてつなげれたらいいかなというふうに思ってます。あの検診員の人件費なんかもっと下がりそうな気がするよそんな下がらないんですか。これはね、やっぱり現時点での見込みですので、まさに固めりというか、まさにこのどっかに書いたけど0人になりますよというのと機械もなくなりますよっていうぐらいですので、今そもそもこれも検診員もそもそも雇えなくてですね、人件費も高騰しているのもあるんですけど、検診員として来てくれなくって、だから水道課の職員が直接検診に回っているという現実がありますので、なかなかこれは単純な、じゃあコストこれだけですよっていうのは弾くのも辛いというのはご事情を理解いただければと思いますが、間違いなくそのスマートメーターとしては利便性とコストも含めて下がっていくんだ。だからこそこうやって注目されて、今いろんな自治体とか、どっかで言ったかもしれませんが、海外からもタイの公社とか、ウィンディさんかな、タイの電力公社とか、今度台湾のシンクタンクさんが視察にお見えになるという話は聞いていますので、こういった横展開が広がっていくといいかなと思ってます。どうぞ。はい、ドナツの方で家事援助ヘルパー利用料を制度施設というのが、はい、まあちょっと私も古い世代なもんながらちょっと、そこまで、助けるのみたいなところあるんですけど、これはやっぱりそういうニーズが今高まっているんですか。これはかなりありますよ。あ、そうなんです。正直まあまあそう、世代かどうかはともかく、やっぱり妊娠出産時のなかなかそのまあ本当に身近なお掃除だったりとか、なかなか手が回らないのでしてほしいというようなご要望っていうのか、もちろん1回あたりのコストはそんなでもないですけど、もう時間というかその手間とかと、まあまあこういわゆるストレス解消というのか、それも含めてそこをぜひヘルパーさんにお願いしたい、そういう家事援助をお願いしたいということは、かなりこれはいろんな方から繰り返し今までもありましたので、まあ、そういった形でもちろん今のこのじゃあ補助が 100% かどうかっていうのはまだまだもちろんもっとっていうお声はあるかもしれませんけれども、まず創設をしてみて、もっと何だろう、時間なのか料金だったのか、あとは数なのか、そこはちょっとやってみてですね、さらにいいご要望を聞いてみたいなというふうに思っています。ここもやっぱり精神事例はあるんですか。あ、これは他でもやってるところはあると聞いてます、まあ、そんなにすみません、どこまでやってるかっていう東京までは取ってませんけれども、県内で2つ合体する浜松がやってたね、今年の1月から県内で藤枝市が始めたと聞いてます。藤枝はあれじゃない、それは帯状疱疹じゃない。あ、すみません、ヘルパーは浜松がやってたんじゃないかな。ちょっとまた分かったら、はい、訂正出ます。そこは事実関係はまた確認して、はい、まあ浜松だけじゃなくて、はい、まあ県外でもまあいつかあるんですけど、これは例えばオンラインだとかそういったミーティングというか会議とかでも、ここのまあヘルパーだけではありませんけど、産前産後ケアのところはかなりいろんな要望が来てたり、湖西市の場合にも議会とかでも お話がありましたし、全てが一気にとはいかないまでも、まあ、こういったところから、ね、今回は始めさせていただいたという形になっています。わかりました。
ょっと今の、あ、はい、朝日新聞ですけど、今のところはその70万っていう予算、あ、そうですね、これどういう計算でなるんですか。あの一回っていうか、まあ、お一方っていうかですね、その方々があのかかったヘル、まあ、お願いしたヘルパーさんがあのに対してかかった費用の2分の1補助で、上限が2万円だったかな、これは、はい、という形での積算をさせていただいてます。2万円は1回2万円、そうですね、上限2万円と、1人につき2万円と、妊娠から出産までの期間が2万円、あ、じゃあ何回も何回もってわけね、はい、上限になる、この、はい、紙の表記を見ると今のところその家族の援助を受けられないとか体調不良とかっていう理由だとかっていうことで割となんか厳格な適用要件書いてあるけど、ここは本当は実際もっと言うっていう、そこはあの本当に何ていうんですかね、まあ の方図にはっていうとあれですけれども、何でもかんでもできないかもしれませんが、まあ、これってまさに今回の国もそうですけれども、伴走型っていうことで、あの産前産後 の市役所だったら保健師さんが面談したりとかして、そのあの 出産とか妊娠状況とか体調とかも含めて相談を受けて、こんなあの援助も必要ですよねっていうところがあると思いますので、そこはあの審査っていうとちょっとあれかもしれませんが、 ある程度の状況把握をした上で、あの必要なものは支援させていただくというふうにお考えいただければと思ってます。そんなに厳しくはないあの方がいいと思う。あんまり厳格化はしたくないですよね、やっぱりそこは。あのなかなかこれって本当に妊婦さんだったり産後ままない方っていうのは、あのその時は里帰りなのか家族が応援来るけどじゃあもう帰っちゃいましたとか、いろんなパターンがあると思いますので、そこはあのなるべく必要なところに支援が届くような形にしたいと思います。はい、ロッテリーのバッテリーパーク、はい、バッテリーロードの、はい、令和4年度の補正分っていうのは、これもうすでに走ってるも走ってる予算、これは3月補正で、これからのこの3億、9月、10月、3月結局繰り越すものがそこでほとんどなってしまったりするものですから、あのもうずっと継続事業ですので、プラス5年も含めて 5年度にはこれぐらい の執行がという予定で書かせていただいてます。なのでこの今6ページのあれでもしおっしゃったかもしれないけど、あの土地利活用じゃないや、あの4番のところで、2つ合わせると4億5000万ですけど、結局そのあの右にあったと思うんですけど、プライマースへの、4億円がありますんで、バッテリーパーク全体だと8億5000万ぐらいの規模に、バッテリーパークっていう意味ではなりますので、あの5ページの1番の中で工場の新設等をする企業に対する奨励金っていう中で、これ、まあ、1番の中で4億7000万ってありますけど、はい、4億円ぐらいはこのバッテリーパークのプライマースのが今年始まるということで4億円計上させていただいてますので、バッテリーパーク関連だとこの4億と4番目の4億5000万出して8億5000万ぐらいという計算になります。この奨励金の話っていうのはもうすでに決まっていた話、そうですね、もうこれは制度として前からありますので、あの今回この4億プラス他の企業へももっと出していますので、はい、はい、どうぞ。観光振興の推進の関係なんですけれども、はい、まあ、その、アライベンテンポーレスの、はい、ところですけれど、まあ、古いなんかだと、なんか BMX だとか、スケボーのパークを作りたいみたいな構想があったと思うんですけど、はい、あったんですけれど、はい、サイスさんの方の、なんていうかね、コンセプトとしては、ピクニックとか、あと、なんていうかね、まあ、ドクラ、まあ、ペットと一緒に遊ぶとか、そういうような、なんていうのね、
する上で、なんか方針みたいなのっていうのはどういう、なんかコンセプトで整備していきたいっていうのがあるんですかね。ここに関しては、まさに事業者の公募を行いましたので、その企画提案といいますか、その中に当然今までの事前のサウンディングの中では、さっきのキャンプ場だったりドッグランだったりスケボーパークとか話には出てましたけど、実際に事業者の提案がこういった形で今回来たということですので、現時点で BMX だとかスケボーだとかっていうのは事業者の提案の中に入っていないということですね。我々はもう一回してにぎわいとか通年でのにぎわいということをお願いしたいという形で公募をさせていただきましたので、どちらかというと何ていうんですかね、自然だとかそういう感じで、もとあるその自然環境を生かした感じでの何ですかね、開会式っていうんですかね、そういう感じですかね。そうですね、もともとやっぱ海湖館だとかその海釣り公園とかありますので、そこと浜名湖太平洋その景観を生かした集客ができたらいいなっていうのはこの公募の時点から市としては申し上げていて、結果としてこういったこの4ページ目の整備計画ですにあるようなマルシェも含めたイベントエリアというようなご提案をいただきましたというのが今回の事業者提案になっています。よろしいでしょうか。では、以上をもちまして、質疑応答につきましては終了させていただきたいと思います。予算案につきましてご不明な点がありましたら、先ほど財政課の方まで、お問い合わせいただきますようよろしくお願いいたします。それでは定例記者会見をこれで終了させていただきます。本日はどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。